はい、皆さんこんにちは、メカミックスです。ドラゴンファンタジー2、前回の続きからやっていきたいと思います。女王の声を直してギルバードを仲間にして宝箱をちょいちょい漁ったので、もうやることは先に進むことですね。なんでアレクサンドリアへ戻って、ちょっともう一回キメラの翼を一個買いましょうかね。なんとなくルーラーを早く覚えたいな。そうするとキメラの翼も25円するんで、まあ3つ買って75円と、なかなかバカにならないからな。装備品何か整えよう。そうだな、ジタンの攻撃力が弱いんで聖なるナイフを買ってあげましょう。で、あとは勇者だな勇者旅の服だからな鉄の胸当てを買おう。これで少しはなんか勇者っぽい装備になったかな。旅人の服から鉄の胸当てと。で、ジタンがダガーから聖なるナイフ。お、かなり強くなるな。よしよしよし、これでもうお金はないからな。ギルバートどうなんだろうな、強さ的に。ちょっとわからないけど、あ、こっち入っちゃうんだ。なんか東にサントハイムがあるって誰か言ってなかったっけ。あ、そうだ、ロマサガの音楽になってる。これはかなり馴染みのある音楽だな。とりあえずロマサガの音楽で今回は行きますか。ロマサガ1ですね。4人いるとやっぱりなんか安心感が違うな。ギルバートっていう不確定要素はあるけど、あ、ジタン強い、やっぱ強くなってるわ。すげえ楽だ戦闘が。もうビビとかに順番が回ってこない。あれ、こっち、あ、こっちや、いけたか。もう地形はさっぱりですからね。あ、バブルスライムが出てきた。あ、倒せないか一発だと。ちょっとこっちに分散させよう。でビビは魔法で、さあギルバートがどうだ。だが6、弱い。集結20マジかよ、やばくねえかこれ。おお、6レベルに上がった。よしよしよし。でギルバート4レベルだったっけ確か最初。弱いなあ。ほい、見つかおう。まあジタンがでも聖なるナイフに持ち替えただけでだいぶ変わったからな。結構進んでいくな。うわー、またバブルスライム組んだんだ。これで、でビビは黒魔法のファイヤーを全体がけしよう。これで2体倒せればかなりいい。どうだ、よーし。ギルバートの攻撃と無理だからな。10、なかなか効率のいい感じがする。こっち側でいいのかな。なんか普通に進んでるけど、おお、コドラ、コドラだね。主人公で、これは全体にできないね。うん、さすがに魔導士の杖の全体化は無理か。ダメ、ギルバート弱い。いってててて。まあジタンがだいぶ攻撃力高くなったんで。お、クリティカル。クリティカルと普通の攻撃大して変わんねえし。これでも4人以上仲間になったらどうなるんだこれもういっぱいいっぱいだぞ。おお、ビッグホーン。敵がだいぶ変わってきたな。硬い。ビッグホーン。ゴート。あ、逃げてた。あれ、あいつなんで逃げてくんだ。これサントハイム城かな。街はないな、サントハイムの。とりあえず入るか、じゃあ。お、なんかお城っぽい音だ。サントハイムの城へようこそ。サントハイムのお城です。あ、あそこにセーブポイントがある。一回寝とくか。
20円。おはようございますと。で4。ここら辺なんかあるかな。とりあえず宝あさりから始まるからな。あれ教会に誰もいない、どういうことだ。おクリフトじゃないかこれは。ああまさかアリーナ姫が本当に一人で旅に出てしまうなんて。姫にもしものことがあったらこのクリフト、いや王様がどんなに嘆かれることか。特に何もないな。でも仲間にはなりそうだな。素早さの種。おじゃまだクリフト。オッケーオッケー。素早さの種を手に入れたので、まあ、こういうのはもう全部主人公に使っていきましょう。素早さが1上がる。まあ固定されてるといいかな。ショックを受けるのが少ないからな。これ宝物庫じゃん。サントハイムの宝物庫。どうかお引き取りください。入れないか。そもそも人っていうのは鍵では対応できないからな。勇者ロトから託された杖が眠っているという話だ。マジか。勇者ロト、なんかいろんなところにいろんなものをあげてんな。私は旅の商人ですが、この城のお姫様はとんでもないおてんばだとか。まあ、アリーナだな。魔物の研究をしているゴストのような不死の魔物には回復の魔法や薬草で逆にダメージを与えることができるぞ。薬草でもダメージ与えたんだ。南東のリンドブルムという町では狩猟祭という魔物を倒した数を競うお祭りをやっているそうですよ。それにしてもご飯まだかな。お、満月草だ。満月草は麻痺ですよね。さあさあ仕事の支度をしなくては。ああ忙しい。こいつはずっと多分仕事じゃねえや、食事の支度をしてるんだろうな。こいつ話したっけ。王の間です。王様、わしがこのサントハイムの王だ。旅の者がわしに何用だ。何、雨雲の杖を探しているだと。はい、確かに雨雲の杖ならこの城の宝物庫にある。しかし今はそれどころではない。実はわしの娘のアリーナが家出しようってな。四方八方を尽くしているがなかなか見つからん。そんなわけでお前たちの頼みなど聞く気になれんのだ。そもそもじゃなくて、それともそなたらが娘を探してきてくれるとでも言うのか。はい、なんと言ってみるものだな。期待してなかったなこの王様俺たちに。もしアリーナを見つけてきたならば褒美に杖を渡そう。頼んだぞ。何としても娘を連れ戻してくれ。そんなんでいいのか。王様と姫様の寝室でございますと。ああ壁破られてますね。聞いた話によればアレクサンドリアのお姫様は、病で声が出なくなったとか。それに比べうちのお姫様は元気なのはいいんですけれどね。いやもう声は治ったよ。さあ、それこういう本棚ってなんかあんの。本を手に取ってみたみたいな。なさそうだな。まあ、タンスは調べる価値はありますからね。ほい、ほら薬草ゲット。おつつつつ、ちゃっと。でもさ、こう女性のタンスを漁るとか完全に終わってるよなこいつ。てかなんで薬草がタンスに入ってんの。草だろ薬草って。タンスにしまっておくものなのか。タンスの中が臭くなりそう、青臭くなりそう。サントハイムは意外に狭かったな。これで終わりか。あ、あれは宝物庫か。あ、このじいさんの部屋もありますね。わしはゴンジーと申す者、気楽な隠居の身ですじゃ。ほうほうほう、せっかくここまで来たのじゃ。そこのタンスの中を調べておくといいかもしれませんぞ。タンスの中のものをくれるとは、なんていいやつだ。おお、小さなメダル。じいさん集めてたのかな、小さなメダル1枚だけで。そうだ、アリーナを探すんだ。お待ちください、私はサントハイムの神官クリフトというものです。姫をお探しになるならこの私にもぜひお手伝いさせてください。おお、仲間に加えてやろう。ありがとうございます。それでは早速姫様を探しに行きましょう。あれ5人になっちゃったよ。どうすんのこれ。パーティーメンバーが4人を超えました。仲間を入れ替えたいときはセーブポイントで編成してください。なるほど。今はあ、ギルバートが入ってんな。ギルバートよりクリフトだろこれ、どう考えても。ギルバート短い命だったな。特に何の活躍をすることもなく終わるっていう。どうやって選ぶのこれ。クリフト、お、あ、こういうことね。ギルバート、すげえいっぱい枠があるんだけどこれ。全部埋まるの。エスケープキーでメニュー、エスケープキーでメニュー、ああこれで見れるってわけね。
クリフトをちょっと見ますか。ホイミ覚えてるよね、どう考えても。ホイミ、リッカにキアリ、いいね。祈るっていうのがあったな、今。もう一回見よう。味方全員を回復する。お、いいね。すげえ、クリフト。装備は？ジャベリン。槍か。クリフト、槍使いなんだ。あー、頭がない。他の帽子をあげよう、君に。頭装備してんじゃん、変な長いハットみたいなの。これで OK。エンド。編成終わる。よーし、このパーティーで行こう。ギルバート一体何のために仲間になったんだろうか。この先ギルバートを使うことがあるのだろうか。ああ、カタクラだ。この人は多分回復もそこそこ、攻撃もそこそこっていう。でむしろ弱い。ジャベリンが弱いのか。うわ、キャタピラ、硬えな。うお、作ると使ってきたよ、それに。うん、めっちゃ硬くなってる。ここは魔法だな。ビビの魔法が役立つ。ファイヤー。16、いいね。キャタピラ、強え。硬い。ヒットポイントもある。かなり時間かかるな、2匹倒すのに。マジか、これ。え、どんだけパワーあんだよ、こいつ。ファイヤー。その割には、まあまあか。1対6か、経験値が。あそこに洞窟みたいなのがある。あれはいつ入るんだ？まだ入れないな。下に行くと洞窟に行きそうだな。こっちへ行ってみるか。全然違った。どんどん離れてってるぞ。でもな、いきなり敵が強くなって死ぬっていうパターンは勘弁してほしいからな。こいつなんかさ、ファイヤーに弱そうじゃない？ちょっと使うか。あ、どうしますか。21。おー、いいね。クリフトも4レベルか。5になるだけで多分だいぶ違うんだろうな。っていうかこっちで合ってんのか。なんか城があるぞ。これ何城？リンドブルムだ。あ、狩猟祭やってるってとこだな。こういう箱にはなんかあんのかな、もの。これが一番怪しい。あ、おっと、あるんだ、この箱も。チェックしないとな。ちょっとまずは宿屋に入りますか。セーブポイントがあるんで、セーブをして、まあ、泊まる必要はまだないな。じいさんがいる。エアキャブは楽ちんでええぞ。何言ってんだこれ。わしのもっと若い頃は劇場まで歩いて行ったもんじゃい。今そんなことやったら死んでしまうかもしれんわい。なんか乗り物か。あ、これか、エアキャブ。すげえ、ミサイルみてえだな。まあ、ちょっと散策してから行きましょうか。この家みたいなのは単なるオブジェクトだよね。お、これなんかすげえ豪華な富豪の家だ。そこの教会で昔からあるのよ。その頃この辺りはまだ森だったっておばあちゃまに聞いたことがあるわ。狩猟祭もその教会が始めたものよ。教会だったのか。大富豪の家かと思った。リンドブルムを建国したシド一世もかつての優勝者なんだ。シド、この教会もシド一世が建てたのさ。狩猟の伝統を伝えていくためにね。なんで教会で狩猟なんだ、よくわかんない。今からワクワクするのを、もうすぐ狩猟祭が始まるわい。この地方の人々はもともと狩猟民族だったんだ。狩猟祭はその頃に始まったしきたりなのさ。はあ。狩猟祭に参加するのならばここで心を清めてから行きなさい。狩猟祭はただの殺戮ではありません。機械に頼らず自らの力を持って獲物と戦う勇敢な心を育むためのもの。それが分からぬのなら狩猟祭に参加してはなりません。すげえ。説法を解かれた。狩猟祭とはそういうものなのか。お前狩られるんじゃないか、犬。獲物として。こいつは魔物が多くなる前は北東の洞窟を通って別の大陸に渡ることもできました。うん、今は行けないのか。あ、武器屋さんと防具屋さん、これなんかあるかな。あー、アモールの水だ、やった。デホイミと同じ感じ。たけー、何にも買えねえんだけど。毒ガーナイフ500円。鉄の槍欲しいな。城の兵士に支給される一般的な槍。俺は城の兵士に支給される一般的な槍よりも弱い。どの剣で王様に魔王を倒せとか言われてるからな。リ
ひでえよな、本当に。うわー、すげえいいわ、これ。三河市の服とかある。鉄の盾。鋼鉄の鎧。バンダナ。バンダナって何？頭？革の帽子よりはいいのかな？いやー、いずれにせよ、金が全く足りない。で、道具屋は多分変わらないからいいや。いや、でもなんか、壺とかがあるかもしれない。行ってみよう。あ、壺がある。何か、あったー、100ゴールド。やったぜ。この、道具屋の主人のへそくりをパクった。あれ？俺の100円がねえ。誰だ？さらばだ。見てくれ、この鍛え上げた体を。狩猟祭の優勝は俺がいただく。いつも思うんですけど、一般人ってどれくらい強いんだろう。その商人たちも魔物にやられてしまいましたって言うけどさ、レベルとかいくつなんだろう。そういうのすげえ謎ですよね。これ乗れんのかな。乗らせてくれ。すげえ、劇場まで飛ぶ、工場地区まで飛ぶ。なんか押しちゃった。すげえな、マジで。工場地区のエアキャブ乗り場です。工業地区って何があるのだって。ねえ、知ってる？サントハイムのアリーナ姫が家出したんだって。それでね、そのアリーナ姫をこのリンドブルームで見たって人がいるのよ。私の予想だと、狩猟祭を見に来たんじゃないかしら。狩猟祭に参加しに来たんだろう、多分。エアキャブは俺たちの魂がこもった力作だからな。乗るときぐらい、普通脱いで乗れよ。あ、そういうものなんだ。あの箱怪しいな。いけないか。いけないな。この家に行こう。おお、すげえ。なんか絶対いいのある。小さな鎧。やった。いや、この鎧欲しい。今の銅の胸当てなんかより全然一緒。これ何の鎧これ。鋼の鎧？鋼鉄の鎧？いやー。なんでこう勇者って待遇が悪いんだろう、いつも。ここはパブか。特にめぼしいやつはいないな。何これ、暗黒の鍋みたいな。超怪しいんだけど。去年優勝したテリーとかいう剣士はすごかったぞ。ただ力があるばかりではなく、魔物の弱点を的確についた剣さばきはそうそう真似できるものではなかろうよ。あれは魔物に関して相当な知識があってこそできる芸当じゃな。テリーいるんだ。普通のテリーはもう役立たずテリーっていうレッテルを貼られてますからね。ようこそ居酒屋死の宣告へ。当店の料理はいずれもめまいがするほどの一品ばかりですよ。かなり怪しいな。全くみんながみんな狩猟祭のばかりで話ばかり嫌になっちゃうわ。まあ、私ああいう血の気が多い祭りって好きじゃないのよね。でもまあ一大イベントだからね。工業地区はこれで終わりか。特に工業らしいものはなかったな。まあちょっとエアキャブに乗って、歓楽街、劇場街か。これ何、すげえ乗り物だな本当に。ここ劇場は芸術の街です。ラララララ。お、ギルパート連れてくればよかったかな。歌なら負けんぞ。箱を漁りましょう。箱、おお、命の木の実使おう。命の木の実をヒットポイント5。いいね。こいつは楽しみだね。狩猟祭、狩猟に熱くなる男たちってのをテーマに新しい絵を描こうと思うんだ。なるほど。戦ってる人を実際に描いた方がいいと思うんだけど。あ、バンダナだ。じゃあ主人公にバンダナを装備させるか。おお、上がる上がる。すっげえ上がるんだけど。あとみんなもう革の帽子は装備してるよな。あと下か、上から来たから。こいつは去年の狩猟祭で優勝した剣士様。あ、テリーね。世界一の剣を探してるって言ってたけど、今年の狩猟祭には出場しないのかしら。うん、世界一の剣がないって分かったらもう用なしだからな。何なんだ謎の。あー、小さなメダル結構あるな。小さなメダル絶対これ取り逃すよ。下行くと何がある。おお、また。これこそ豪邸だ。あ、劇場か。さすがパノンだ。お、パノンいるんだ。ここまでレベルの高い車両を連発できるはあいつぐらいのもんだぜ。やっぱりパノンのステージは最高さ。パノンが来てから、あたしは毎晩笑いっぱなしだよ。
今この劇場ではパノンがステージをやってるのよ。どこが面白いんだか。あんなのただの親父ギャグじゃないか。まあ笑いのセンスはみんな違いますからね。パノンの実力はリンドブル、いや世界一と言っても過言ではないでしょうな。おいパノン、仲間になってくれ。選手は魔法を使いませんし、どうですか私のギャグのキレは。全く聞きたくなったらいつも劇場に来てください。あ、何何、戦士は魔法を使えます。あ、そういうことね。全然わかんなかったこの文章を考えた人すげえなギャグのセンスかなりある。乙女のキース、俺には全く理解できなかった。乙女のキースだけだな。あの窓のみの剣をね装備してたんですよね、ドラクエでは。なかなかね強いキャラではあったんですけど、今回仲間にはならないかな。まあモブキャラだからないけど、にしても。よし、じゃあちょっと、リンドブルム城まで行きますか。おお、これ城に来るためにはこのエアキャブで行かないと乗れ来れなくね歩いて来れなくね。この城どういう構造になってんだ。何にもないな。右側に行きましょう。お、新館の部屋だ。ドトの印を求めるならばメルキドに住む賢者を訪ねるがいい。印のありかへとそなたを導いてくれるじゃろう。なるほど、メルキドか。北の島にはビサイド、メルキドの町があります。ビサイドはあの大召喚師ブラスカの娘が住んでいるそうですよ。言うなっすね、言うな。すげえなこのゲーム本当に。でこっちが、これなんでさ王の間に行くのにこう毎回毎回めんどくさいことをさせられるんだ。おう、姿は少々おかしいが、シド太鼓はこのリンドブルムを治める偉大なお方。粗相のないようにな。こいつシド、シド旅の者よ、よくぞ来たぶり。わしがこの国の王シド・ハブールであるぶり。意味がわからん。もうじきこの国では狩猟祭が始まるぶり。そなたも参加してみてはどうぶりか。はい、ならば控室で待つがよいぶり。控室ってどこ。おお、アリーナがいる。姫様、ビビもいるじゃねえか上にあら、クリフトじゃない。どうしたのよこんなところまで。姫様こそどういうおつもりですか。まさか狩猟祭に参加なさるおつもりで。いけません、これは一国の姫君たる者が参加すべき行事ではありません。散々な言いようだな。さあすぐにサントハイムへ帰りましょう。分かったわよ。でもせっかくここまで来たんだし、ちょっとだけならいいわよね。分かってませんね。仕方ない、狩猟祭では無理をなさらず、終わったらすぐにお城に戻るのですよ。ああ、なるほど、俺は何すればいいんだ。ジークフリード、狩猟祭の優勝は俺様のもんだ。あんたもこの俺と競うことになるとは災難だったな。まあ運が悪かったと思って諦めてくれ。ははは、こいつは普通の、あ、ルール説明の人か。狩猟祭では一人で戦うことになります。城下町に放たれた魔物を倒して得点を稼いでください。倒した得点によって、獲物によって得点が異なります。タイムリミットは5分。エアキャブでの移動は自由にしてください。バトルに負けたらリタイアです。優勝者には望みの品が与えられます。いいの、では望みの品を決めてください。今決めんの。お金、武器、防具、アクセサリー。何これ、武器と防具何くれるかだよな。あー、まあいいや、ちょっと武器にしとこう。本当に武器でよろしいですか。わかりました。おや、そうそう時間ですね。あ、話してないよビビビビ行っちゃった。ニカミックス選手は劇場外からスタートです。エアキャブから降りると開始となります。ほうほうほう、なるほどなるほど。エアキャブから降りると開始。制限時間5分って何。お、普通にあるし、敵がいる。これ何、どうすんの。キャタピラーじゃん。キャタピラー強えんだよな出て出て、魔法剣使おう。カインギリでゴーザ暗い15、変わらねー12、いや強え、キャタピラー強えわ。かなり時間取られたなこれで。魔物をやっつけた。経験値とかは特に入らない。15ポイント。こいつだこいつ。これはブーン。お、こいつは楽そうだな。オッケーオッケー、こいつは楽だな。ムーいっぱいいてくれ。お、ムーしかもポイント高いし。家の中なんか飛んでる。これ誰、キメラだ。やべ、キメラ強え。冷たい息、おお、10、やばいなこれは。冷たい息、
うわ、11。ちょっとギリギリまで粘ろう。オーケーオーケー。回復しよう。24ポイント。ポイ2と。狩猟ポイント60ポイントってどうなの？これ僕敵いなくね？ちょ、家の中入ってみよう。入れねえし。あ、キャタピラ、キャタピラや、岩いっぱいいる。あれ、なんか来た。お、アリーナ。すえ。あのキャタピラを一撃で葬り去るとは恐るべし。おてんば姫。いや、これ時間取られるな。3分になる頃にはちょっと他の町に行きたいな。工業地区とか。とりあえずこれ多分全員倒せば優勝とかできるんだろうな。そんな時間あんのかな。ここの町は殲滅したか。これ一回倒すとどうなんだろう。もういなくなっちゃってるかな。商業地区に行こう。お、いるいる、別の敵がいる。いや、こっち、あれ、兵士がいる。外に出ることはできません。てかさ、これ街にさ、魔物が放たれてるっていい迷惑だな。51か、51だと一回回復させないと多分。お、クリティカルが出た。やったね。キメラ24ポイント。キメラ、ポイント高いな。あ、なんかいる。こいつ弱いやつだ。カモだ、カモ。ムー。お、よしよし。これで倒せるでしょ。オーケー。早いな、こいつは。ムー21ポイント。120ポイント。お、この牛みたいなやつは。キメラだ。接触してなかったよね、今。ビッグホーン。突進。はい、出て。ディレイ。マジか。よし、やばい。これ D で食らうぞ。お、ミスった。あ、おめえ。あと、左下のさっきのキメラも倒したいな。ビッグホーン12、しょぼい。キメラ。あれ、なんか来た。ジークフリードは逃げ出した。ウケる。クリティカル出てくれるとな。すげえ助かるんだけどな。あと1分50秒。もう一回かかるか。キメラはポイントが高いんでいいね。まあ、今のこのポイントがどうなのかっていうのがいまいち分かんないけど。15、3発。あー、これディレイ。おー、危ねー。ディレイされるとかなり危険だからな。時間を取られる。ビッグホーン、ポイントが少ねえな。あ、いた。リッツじゃなくて、ムー。捕らえるまでに、時間がかかる。これで、おしまい。21ポイント。よしよしよし。あとどうなの？この上に行ってない。てか、工業地区行けなかったな、結局。あれ、敵いなくね？やばい、時間の無駄になった。あと1分で工業地区行けるか。どうだ、かなり遠いぞこれ。あと倒せて1匹くらいだな。工業地区まで行きましょう。ムーがいてくれる。こいつやだ。こいついっぱいいる。キメラ、キメラ、お、キメラ来い。30秒。こいつで終わりだな。倒して、痛いけど時間との勝負だ。なんとなく200ポイントいきたい。くらえ。 OK。 キメラの翼手に入れるんだ普通に。213ポイント。こいつ何、あ、なんだ、煙か。あと1匹、こいつくらい倒すか。倒せるか。3回かかるからな。2、1、0。終了です。サントハイムのアリーナ姫が参加していたとはさすがのわしも思わなかったぶり。しかも優勝してしまうとは恐れ入ったぶり。優勝された。望みの品を受け取るぶり。アリーナはミスリルクロを受け取った。お、すげえ。
まあこんなもんかしら。お見事です、姫様。さあ、狩猟祭も済んだことですし、サントハイムに戻るとしますか。ん？なんだ？兵士が来た。あ、これあれじゃん、サントハイムにバタみたいな。ほら、アリーナ姫様、すぐにサントハイムのお城にお戻りください。グッ。うわ、そんな、サントハイムで一体何が。とにかく急いでサントハイムに戻りましょう。アリーナが仲間に加わった。唐突だな。クリフトが中心ってことじゃん。じゃああの死体は誰が片したの。何やら大変そうぶり。早くサントハイムに戻った方がいいぶり。うん、早くサントハイムに戻りましょうぶり。ここでキメラの翼使うと頭ぶつけるかな。もうめんどくさいからキメラの翼で戻りたいっすね。どっから外に出るんだこれ。もういいや、キメラの翼使おう。キメラの翼とで、サントハイムとで、まあ多分人がいなくなってんだよね。誰もいないみたいな。これはちょっとドラクエ4と同じパターンですね。誰もいないわ。みんなどこへ行ってしまったんでしょうか。おいおい、一体なぜこのようなことに。まさか魔王ザンデの仕業とでも言うのでしょうか。わからないわ。でも今はそれぐらいしか思い浮かばないわね。ここでじっとしても仕方がないわ。私たちもミカミックスたちと一緒に行くことにしましょう。今はそうするしかないようですね。わかりました。おお、仲間になった。アリーナ姫、どうなんだこいつは。カウンター、ああそっか、カウンターでもカウンターを使わないといけないんだよね。無属性ダメージ、盾って何。あ、盾1列ってことか。装備ミスリルクロウ。いいな、鉄の胸当て。頭はないから缶の帽子を君にあげよう。攻撃力57って俺いくつなの今。38。クソ強え。アリーナ超強えんだけど。言えよこいつ。あ、宝物庫、これでそうだ開けられるんだ。いやー、小さなメダルで雨雲の杖をゲットできると。で雨雲の杖手に入れてどうすんだと。これ何、銀縁メガネ。銀縁メガネって何。多分あれだな、暗闇にならないっていうアクセサリーだな。 OK で、こっからまあガーデンブルクとかに向かったりしてたけど、ちょっとこの作品だとわからないので一旦セーブをしますか、ここで。はい、というところで、アリーナ仲間になりましたね。でこっから雨雲の杖と太陽の石が2つ手に入ったので、まあまた次回先へ進んでいきたいと思います。今回はこれで終了します。